こんにちは、ミスターマイヤミさん。そして動画をご覧の皆様。今日もね、速果塾の久保があメッセージをお送りします、えー。前回ですね、ミスターマイヤミさんが、あの、水素水を買ったよっていう動画を撮っていただきましたんで、私はですね、この、帰離水というのを紹介しようと思いますね <laughs>、えー。こういう風なね、水とかね、サプリメント、私特に好きってわけではないんですよ。で、まあ、とりわけ、ネットワークビジネスで扱ってることが多いんで、 ちょっとなんだろうそれはみたいな感じで一歩引いてみてしまうんですけどもこれはねえご存知のようにあの例のやつの会社が出してるやつでまあ半ばね強制的に買わないといけない部分がありましてあの入会時入会時にあの2ヶ月分商品買うようになってるんですよねまあそれで私はこう10ヶ月分なんか買ってるんですけどもまだまだあるんですよでこれはね何かというと解離水っていうのはあの何ですかね細胞の中に水を注入するためになんかねその お水をこの,この中に入ってる水を乖離させて分解してそれで細胞の中に入れるそうなんですよねで乖離しないと細胞の中に水がよく入りませんよっていうのが触れ込みなんですけどもまあ飲んでみてねなんかよく分かんないですよそれは分 <laughs> かんない <laughs> この水のなんかせいですごくよくなったみたいなのが分かんないですねバランスボールはね分かりやすかったんですけどもね多分バランスボールのおかげで腰痛は ないんだろううという形でね未だにこうやってバランスボールに乗ってやってるわけですよ。ということで私が買ったのはこれですね。でえっ、ー、と多くのね即歌、えー、塾の中の YouTuber さんがあー YouTuber のね定義っていうのをね考え出したというところで。 収益化しない間は YouTuber ではないっていう考え方で、ね。まあそれも別に決まってるわけじゃないんですけども、そういう風に決めて収益化を目指すのもとってもいいと思います。じゃあ収益化するためにどんなことをすればいいのかっていうヒントをね、まずお届けしますね。まずはね、あの、チャンネル登録者数が1000人にいかないと広告収入入らないんですよね。だからといって諦める必要はないんですよ。 あのチャンネル登録者数が300人ぐらいしかいなくて広告料が入んなくてもちゃんとビジネスやってる人もいるんですよ。それは動画の中できちんと動画を見てる方に必要なものをね、例えばお水だったらお水を売っていけばいいんですよ。でその中で私はね、昨日こういった動画をあげました。私が撮影に使ってる デジカメはこんなのね S6900 ってのを使ってますよっていう,ふうのやったら3人ぐらいの方が早速買いましたっていうわけですよだこれは私に報酬は入りませんけども紹介が成功したと言ってもいいんじゃないかなと思うんですよねついでに説明しますとこれバリアンブル液晶って言ってこういうふうにね自撮りがすごくしやすい画面がほら大きくってくるっと回るでしょ、ね、こうやって自分のことが撮れるわけですよねで私の場合は同じカメラを2つ持っていてバッテリーも6個あるんですよね こういう風うな形でバッテリーを6個。であの、動画を撮るとバッテリーがすぐ切れるんで、バッテリーをたくさん持っていって、バッテリー切れがないようにしてます。えー、それから、あのー、SD カードですよね。SD カードもかなり私持ってまして、うん。こういう風うにね、パカッと開くと、ザッと入ってるわけですよ。あとカメラにも、あの一眼レフも10個ぐらい持ってて、それぞれに刺さってるんで、結構ね、あのー、こういったデジタルガージェットいっぱいあるんですよね。まあ、ということで、S6900、こういう風うにね、 立ちますしこうやって自立すすするんですよですごく使いやすいなと私は思ってます。ここにシャッターもついてるんで自撮りもできますしね。もちろん普通に撮ることもできますし、あとね、Wi-Fi がついてるんであの、撮影したデータを Wi-Fi でポッとね、送ることもできます。スマホとかタブレットとか、パソコンに送ることもできます。はい、その他ですね、私の気に入ってる時計、これ。私、まあ、あの、アルマーニっていうブランドが結構好きで <laughs>。 アルマーニのね、えー、ブランドをお金が入り始めてから少しずつ買うようになったんですけども、そのうちの一つ、一番最初に買ったのがこのアルマーニの時計なんですよ。これはね、メルカリで買いました。新品で買っても3万円もしないんですけども、メルカリで買って、例えば、ね、1万6千円ぐらいだったと思うんですよね。まあ、このぐらいで私はもうすごくいいかなと。1万円超える時計なんて私にとってみたらもう超高級品ですからね。まあ、これで十分ですよね。もうなんかこう、シャッとはめるとね、 ちょっとこう気合いうふうな、あのー、1万円とか2万円で自分の気持ちが変わるんだったら最も安い、あのー、投資かなと思ってますよねでもう一個だけ紹介しましょうこれ私はね目が悪いわけではないんですよ視力はね生まれついて2.0ずーっと2.0です今でもむちゃくちゃ見えますこれは何かっていうとカメラなんですよね どういう風に撮るかっていうと、ここ。ここにレンズがついてるんですよ。ね。で、ここに電源があります。こういうね。電源入れると、ここが光るんですよ。光りますか光るでしょで、SD カードをここに入れるんですよ。マイクロ SD カードをここに入れて、シャッとやるとね、普通のメガネでしょで、撮影するときは、こうやって押さえるんですね。パチッと。そうすると、ここから撮影のカメラが動くと。 動画画もも撮れますし、えー、画像も撮れれまますすし像こんな感じでね、えー、どんな時でもシャッターチャンスを逃さない。でもまあ、使ったことないんですよ。ついついね、持っていくの忘れちゃうんですよねあの。メガネをかける習慣がないですからね。 えー、こんな形でね、あの、身の回りにあるちょっと変わったものを紹介すると、え、それは何なんですかっていうふうなご質問が来たりとか、それはいくらなんですかってなったり、あ、買いましたみたいな反応があったりするんですよ。まあ、これもね、えー、YouTube をやっていて楽しいところかなと思いますし、えー、ミスターマイアミさんも今回ね、あのー、商品の紹介したじゃないですか。やっぱりね、面白いですよね、ああいうふに。自分の身近な方が、これいいんすよみたいなことやると、すごくこう、信頼を持って見るじゃないですか。テレビタレントとか CM のタレントが、 あの、売り上げを上げるためにやってるのとは違ってね肩に力を抜いた感じで売ろうと思ってるわけじゃないんですよ時計とかねこれ別に時計私がね転売やってるわけでもないんでまあでもこれ欲しい方いますって言ったら買ってくれる方いるかもしれないですね。<laughs> まあそんな感じでね、あの動画の中でやることっていうのはたくさんあります。本当に楽しい空間だと思いますんで、テレビなんて見てる場合じゃないですよ。本当に。YouTube が面白い。YouTube で自分の放送をする。そして自分の気に入ったチャンネルを見つけて、それをずっと見ていく。そしてチャンネルをね、開いた方とコミュニケーションも取れるんですよね。えー、ぜひね、今日はね、 たまみやさん、たまきさんの動画を見ていただきたいかなと思いますんで、えー、ちょっと動画説明欄にたまきさんの動画つけておきますんで、ね、ちょっと見てみてください、えーと。編集してね、ちょっといい感じになってますんで、よろしくお願いします。それでは。